本所の御嶽蔵から東四つ目通り、今の被服廠跡の納骨堂のあるあたりに大きな池があって、それが本所の七不思議の一つの置いてけぼりであった。その池には船やナマズがたくさんいたので釣りに行くものがあるが、一日釣ってさて帰ろうとすると、どこからか置いてけ置いてけという声がするので、気の弱い者は釣っている魚をビクから出して逃げてくるが、気の強い者は風か何かの具合でそんな音がするだろうくらいに思って平気で帰ろうとすると、三つ目小僧が出たり一つ目小僧が出たり、時とすると六六尾、時とすると一本足のからかさのお化けが出て道を塞ぐので、気の強い者もそれには震え上がって、魚はもとよりビクも釣り竿も放り出して逃げてくると言われていた。金太という釣り好きの若い種があった。金太は置いてけぼりに船が多いと聞いたので釣りに行った。両国橋を渡ったところで知り合いの老人に会った。おや、金公か。釣りに行くのか。どこだ。御嶽蔵の池さ。今年は船が多いと言うじゃねえか。あそこは船でもナマズでもたんといるだろうが、いけねえぜ。あそこには、得手者がいるぜ。金太も、置いてけぼりの怪しい話は聞いていた。いたらついでにそれも釣ってくるさ。今時からかさのお化けでも釣りゃいい金になるぜ。金になるよりゃ頭からしゃぶられたらどうするのだ。行くなら他へ行きなよ。あんな縁起でもねえところへ行くものじゃねえよ。なに、大丈夫ってことよ。おいらにゃ神田明神がついているのだ。それじゃまあ行ってきな。その代わり、暗くなるまでいちゃいけねえぜ。魚が釣れるなら、今晩は月があるよ。ほんとだよ。年寄りの言うことは聞くものだぜ。ああ、それじゃ、気をつけて行ってくる。金太は笑い笑い、老人に別れて池へ行った。池の周りには出たばかりの葦の葉が昼のそよ風にそよいでいた。金太は最初のうちこそお化けのことを頭に置いていたが、船が後から後からと釣れるので、もう他のことは忘れてしまって一生懸命になって釣った。そして近くの寺から響いてくる鐘の音に気がついて顔を上げた。10日ごろの月代が池の西側の葦の葉の上にあった。金太はそこで3本やっていた釣り竿を上げて糸を巻きつけ、それから水の中へつけてあったビクを上げた。ビクには一貫も目余りの魚がいた。重いや。金太は一方の手に釣り竿を持ち、一方の手にビクを持った。と、どこからか人声のようなものが聞こえてきた。おいてけ、おいてけ。金太はやろうとした足を止めた。おいてけ、おいてけ。
金太はたちまちあざけりの色を浮かべた。何言ってやがるんだ、ふざけやがるな、クソでも食らえだ。金太はさっさと歩いた。とまた置いてけの声が聞こえてきた。まだ言ってやがる、何言ってやがるのだ、こんなうまい船を置いてってたまのものけ、ふざけやがるな、タヌキかキツネか、悔しけりゃ一本足のからかさにでもなって出てきやがれ。金太は気持ちが悪いので足は止めなかった。と目の前へひょいと出てきたものがあった。それは人の姿であるから一本足のからかさではなかった。なんだ。鈍い月の光に目も鼻もないのっぺらの青白い顔を見せた。私だよ、金太さん。金太はぎょっとしたが、まだどこかに気の確かなところがあった。金太はビクと釣り竿を落とさないようにしっかりと握って走った。後からまた聞こえてくる置いてけの声。何言ってやがるのだ。金太はどんどん走って池のへりを離れた。来る時には気がつかなかったが、そこに一軒の茶店があった。金太はそれを見るとほっとした。金太はつかつかと入っていった。おい、茶を一杯くんね。あんどんのような薄暗い明かりのある土間の隅から老人がひょいっと顔を見せた。さあさあ、おかけなさいましよ。金太は入り口へ釣り竿を立てかけ、土間の横へ行って腰をかけ、手にしたビクを足元へ置いた。老人は金太をじろりと見た。釣りのお帰りでございますか。そうだよ、そこの池へ釣りに行ったが、じいさん、変なものを見たぜ。変なものと申しますと。お化けだよ、目も鼻もないのっぺらぼうだよ。目も鼻もないのっぺらぼう。それじゃあこんなので。老人がそう言って片手でつるりと顔をなでた。とその顔は目も鼻もないのっぺらぼうになっていた。金太は悲鳴を上げて逃げた。ビクも釣り竿もそのままにして。ありがとうございました。怪談置いてけぼり朗読させていただきました。私にこの怪談を読めと白羽の矢が当たった理由は、ひとえに主人公が金太だったからです。私が毎朝 CBC ラジオで朝9時から放送しております坪井のりおの聞けば聞くほど、相方パーソナリティの坪井のりおの持ち歌金太の大冒険の金太と同じ名前であったという怪談なのに、とてもくだらない理由で私に白羽の矢が立ちました。この朗読を聞いていただいて、ちょっとでも怖いな、恐ろしいな、今日の夜どうしようかなと思った方は、金太の別の大冒険、今回は恐ろしい冒険をしてしまった金太です、もう一つの楽しい冒険をしている坪井のりおの金太の
大冒険を聞いてみてください。極端か。ありがとうございました。小高直子でした。チャンネル登録もよろしくお願いします。